ね、チャーチモード、ドレミファソラシドドシアスファミノド、レミファソラシドレラララララっていう、練習しかしてない日。練習してるんだけども、コードを見た時に、スケールが、対応するスケールが飛び出してこないという方、でもどう聞いてもドレミファソラシドっぽく聞こえてしまう方ですね。幼稚なフレーズに聞こえてしまう方ですね。イオニアンまで降りてきました。イオニアン弾きます。いつの間にかリリアンになってますみたいなのが、わからない方、今の。こういうのがわからない方のための動画だと思っていただければいいというふうに、思います。ちょっと思い立った方ですね、思い立った方じゃない、私に当てはまるなというふうに思った方で、アドリブが弾きたい方、エレキベースでですよ、ウッドベースじゃないですよね。はい、今からでも遅くないベースレッスン講師のおさるでございます。いつもお世話になっております。今日はですね、ちょっと前に出した有料版の動画がありましたね。アドリブで演奏したいウッドベース奏者のための史上最も意味のある基礎練習メジャースケール編っていうのがあったんですけども、まあ、多くの方に、ご購入いただいたんですが、エレキベースの方ですね、エレキベースしか弾かない方にも購入いただきましてですね、まあ、その方に対してはそれでね、エレキベースの練習はしないでくださいみたいなね、感じで申し上げて、一応返金対応したという流れがありましたのでですね、じゃあせっかくならエレキベース用の基礎練習作ったらどうかと、アドリブで演奏したいエレキベース奏者のための基礎練習作ったらいかがでしょうかという感じでですね、まあ問いかけをしたところですね、僕が思った以上にですね、思った以上に反応がありましたので、この度作りましたという報告ですね、今日はね、報告させていただくということと、その内容がまあどんなものなのか、どんな方たちに当てはまるのか、どんな方たちに有効なのかっていう話をですね、今日はしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、ベーシスト作曲家の小沢篤典でございます。最近はブライダル演奏でピアノもやってますけども、DJ もまあ何でもいいやね。ごめんなさい、このチャンネルはじゃなくて、なんだ、ウッドベース、エレキベースを趣味で生涯学習的に楽しんでいきたい、辛く厳しい練習を毎日何時間もかけてしたいわけじゃないんだけども、できるだけ効率的な練習方法と学習方法をゲットして早く上手くなってセッションとかライブとか参加していきたいよねという方々が集うチャンネルとなっております。要は時間がないけど、手っ取り早く上手くなりたい、それっぽいフレーズ弾きたい、弾けるようになりたい、いう方々のためのチャンネルだと思っていただければいいなというふうに思います。チャンネル登録してみていてください。よろしくお願いいたします。また1回単位から受講できるオンラインレッスン中のもやってます。日本全国どこからでも、世界からのね、どこからでも受講できますのでですね、しかも1回単位なんですんで、構え方だけ見てほしいとか、音遣いだけ、あるいはプリアンプの種類についてちょっと相談乗ってほしいとかですね、そんなことでも結構、まあそんなことだったら別にメールでもいいんですけど、コメント欄でもいいんですけど、まあね、自分で独占してみたりとか、有料版の情報をゲットしたいという方はですね、僕のホームページの方のレッスンということが、ところがありますので、そこで詳細確認していただいて、問い合わせという形になります。別にプロ養成講座じゃありません。一回挫折した人、それから、挫折したっていうか、まあお仕事忙しくなっちゃったからやめちゃうんだけど、60過ぎてね、時間ができたから、65過ぎて時間ができたから、もう一回やってみようかな、で憧れてたジャズやってみようかな、ウッドベースもやってみたいな、エレキベースもやってみたいけどアドリブやってみたいなっていうね、そういう方、そういう方ですね、楽しんでできる方法をご提案しておりますので、ぜひ試してみてください。よろしくお願いいたしますということでですね、今日はですね、エレキベースですよ。アドリブでね、演奏したい人のための、まあ、ウッドベース奏者のための、まあ、基礎練習っていう動画をですね、動画と譜面ですね、有料版を出させていただいて、たんですけども、エレキベース版がないじゃないかと、いうことでですね、まあ私の怠慢ではあるんですけども、エレキベース版ですね、どれだけ需要があるかっていうことをですね、まあ問いかけたところ、割と私が思っていた何倍もですね、需要があったということでですね、この度作らせていただきましたというご報告ですね、今日はね、ご報告、それとその動画っていうね、のがどんなものなのか、あるいはどんな方たちに当てはまって、まあどんな効果があるのかっていう話をですね、つらつらとさせていただきたいなというふうに、思います。この動画を見るとですね、なんかアドリブが僕も弾けるように、な感じがする、ちょっと諦めていたアドリブも、もしかしたらできるんじゃないかなっていう気になる感じになっておりますので、できれば最後までご覧いただければなというふうに、思います。よろしくお願いいたします。そもそもですね、でその動画が、まあ、どんな話をしているかっていうことをですね、まあ、簡単に説明いたしますとですね、まあ、コードがあってね、それに沿って、まあ、アドリブをしたいっていう方、あるいはベースラインを弾きたいっていう方が、まあ、いらっしゃる
んですけども、そこにですね不可欠なものがありましてですね、それはメジャースケールっていうものの知識なんですよね。でメジャースケールっていうものの知識があったとしてもですね、ここで再現できないと、ここでね弾けないと、意味がない。そのコードに対応するスケールっていうのをここで弾けないと全く意味がないんですね。皆さんがやってるスケール練習というもの、多くの人がやってるスケール練習というものが、例えばですね、こんなものなんじゃないでしょうか。ドから始まり、ドで降りてくる、レから始まり、レから降りてくるみたいなね、そんな感じ、まあ、チャーチモードって言いますけども、まあ、そんなものをですね、だいたい、12キーでやったりとかですね、そんな感じで、C のキーだけやったりですね、そんな感じでやっているかと思うんですが、それやったからといってですね、コードに対するスケール飛び出すでしょうか、どうなんでしょうかというところなんですよね。僕が作った動画ではその辺をクリアできるように、コードを見た時に、そのフレーズ、そのスケールが出てくるような感じで、作っております。そういう基礎ね、そういう人たちのための基礎練習になっております。指を早く動かしたいとかね、まあ、そういう感じの、まあ、目的ももちろんあるんですけども、それだけではなくて、コードを見た時に、音が飛び出してくる、対応するスケールが飛び出してくるような、まあ、感じに、なれるような基礎練習ということになっております。例えばですね、さっき言いましたけど、ワンツーワンツーで C のキーでなんか適当にやってくださいって言われた時に、これだけやってるとこんな感じでね、ドレミファソラシドばっかりに聞こえるような、フレーズしか弾けないってね、思い当たる節があるんじゃないでしょうかということでですね、まあ、その辺もね、どんなところに秘密があるのかっていうお話もしています。あとはですね、先ほど単体、これヨニアンって言いますね、で G から始まるのはミクソリディアンって言いますけども、これ単体単体は弾けても、このようにファから始まってファから始まってドまで行くとか、G のキーにおいてはここですね、あ、ごめんなさい、 G のキーじゃないや、D のキー、 D メジャーのキーにおいてはみたいのがね、こういうのがね、出てこないと、1オクターブ半以上ですね、これね、こういうのができない、あるいは、そうですね、例えばみたいな感じで、まあ、こっちからこっちまで移動できない、各チャーチモードをつなげられないっていう方ですね、そういう方がかなり多いと思うんですね。今のワン、あ、ツー、あ、ワン、ツー、せーの、これだけでもそういうフレーズに聞こえますよね。今、これはミから、2オクターブドラって降りてきただけなんですね。なんですけども、それが、まあ、アドリブっぽく聞こえる、なぜそう聞こえるのかっていう要素についてもお話ししていますので、今言ったね、チャーチモード、ドレミファソラシドドシアスファミノド、レミファソラシドレラララララっていう、練習しかしてない人ですね、それからそれ練習してるんだけども、いろんなこと練習してるんだけども、コードを見た時に、スケールが、対応するスケールが飛び出してこないという方、でアドリブをしようとした時に対応するスケール飛び出すんだけど、どうに聞いてもどう聞いてもドレミファソラシドっぽく聞こえてしまう方ですね。幼稚なフレーズに聞こえてしまう方ですね。それから1オクターブぐらいしかスケールが弾けないとかですね、そういうか、そういう方とか、 あるいは、ドレミファソラシド、まあ、イオニアンと、リディアンのつながりがわからないとかですね、リディアン降りてきます、今イオニアンまで降りてきました、イオニアン弾きます、いつの間にかリリアになってますみたいなのが、分からない方、今のは縦ですけど、あるいはこれ横が分からない方ですね、
こういうのがわからない方のための動画だと思っていただければいいというふうに、思います。ちょっと思い立った方ですね、思い立った方じゃない、私に当てはまるなというふうに思った方で、アドリブが弾きたい方、エレキベースですよ、ウッドベースじゃないですよね、はですね、ぜひ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 、ご購入いただいてご視聴いただければですね、結構練習、きついものになるかもしれません。結構きついものというか、時間かかるかもしれません。1日、まあ、10分弾いて、例えば3ヶ月間ぐらいみっちり頑張らないとものにできないかもしれないですけども、まあ、音楽ってそういうもんですからね、ですが、いかに効率的にそこをゲットするかっていう意味ではですね、まあ、いろんなことやるよりも、僕が提示したものをですね一回やってもらって、それをみっちり3ヶ月間、やってもらう方がいいかなというふうに、思います。概要欄にリンク載せておきますのでですね、購入はそちらからできます。まあ、ダウンロードページにですねサンプルも、載ってますので、そちらのサンプルを見ていただいてですね、ご購入考えて検討していただければなというふうに思いますのでですね、今日はね宣伝動画ですね、完全なる宣伝動画なんですが、まあもちろん無料でね配布するわけにはいかないですね。僕らね、YouTube に広告ついてますけど、そんなのね、何千円の世界なんで、広告ではなくて、何千円もいくかが何百円の世界なんで、コーヒーね、2杯ぐらいで終わっちゃうんで、まあね、無料っていうわけにいかないですし、あとは、オンラインレッスンで、ね、受けてくださってる生徒さんいらっしゃるんで、その人たちの手前でですね、これを無料で配布するというわけにいきませんのでですね、最低限の額はですね、取らせていただきたいというふうに思いますが、それ以上の効果ですねがあると思います。その辺に転がっている教則本なんかよりも全然効果あると思いますので、ぜひゲットしてやってみてください。すごいね、タンクローリーが隣んちを今建ててるんだけど、隣んちをね、もう基礎がね、今ねコンクリートミキサーでコンクリートを持ってきてグワーって流し込んでるんだけど、すごい音するよねということでですね、今日はこの辺で失礼したいと思います。ぜひ試してみてください。エレキベースでアドリブで演奏したエレキベース奏者のための史上最も意味のある、史上最も意味のあるっていうね、スタッフで言っていいのかっていう感じにするんですけどね、史上最も意味のある基礎練習メジャースケール編となっておりますので、ぜひお試しいただければなというふうに、思います。それではさようなら、バイバイ。